こんにちは、この子猫です。今日の1日1冊はソビエト旅行記です。これ歴史好きな方に非常におすすめです。20世紀初頭のソビエト連邦の実情が、同時代人の目線を通して非常によくわかります。作者はフランス人作家ジット、1936年彼がソ連に訪問した際に見たり聞いたりしたことをまとめたのがこのソビエト旅行記。ジット自体は実は共産主義寄りで、このソ連訪問も理想の国家を見れるんだとワクワクした気持ちでいたようです。しかしその実態はジットの理想とは大きくかけ離れていました。国賓としてジットは招かれていたので、連れて行かれたのは綺麗なところばかりだったのですが、少しメインストリートから離れるとそこは不老児たちであふれ返っている。列車で知り合った夫婦の話を聞いてみると、当局に目をつけられたせいで解雇され、新しい職についても2週間と置いてもらえず、職を探して各地を転々とする日々を送っているなど、親が養殖についているため恵まれている子供たちはジットにこう言います。外国語を習う必要なんてありませんよ。ソ連以外の国から学ぶことなんてもうないんですから。あ、でもソ連の素晴らしさを外国の人に教えるためにも外国語を学ぶのはありかなと、貧富の差をなくすためにソ連という国ができたはずなのに、すでにソ連は貧富の差で溢れている。ジットの文章からはソ連という国の理想がガラガラと崩れ落ちた、そんな嘆きが感じ取れます。本当ですね、ソ連側の人間ではないかといって資本主義を迎合しているわけではない、そんなフラットな立場であるジットから見た、ソ連の当時の実態を記したこの文章、歴史的にもですね、第一級資料なのではないかと思います。近代史が好きな方にはですね、本当に面白い一冊かと思いますので、ぜひソビエト旅行記読んでいただければと思います。と、こんな感じでこのチャンネルでは毎日一冊おすすめ本を紹介していますので、気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録していただけると嬉しいです。では明日もまた会いましょう。バイバーイ。